あ、どうも、パンケーキでーす。タイトルにもある通り、今回はちょっと検証的な感じでやってみたいと思います。この前生放送やってる時に視聴者からね、コメントをいただいたんですけど、X パン2900の人と、まあ、B 体ぐらいの人が組んで、で、A 体の人と X パン2700の人が組むと、まあどっちが勝つのかっていうのをね、気になるっていうのを見たんで、まあ確かにちょっと気になるなと思ったんで、僕がね、最高パワー X パワー2700で、今回 X パワーね、2900の小学生シューマくんちょっと呼んでるんで、2900はシューマくんやってもらって、で、あと A 体と B 体の方はね、視聴者の方からね、ちょっと呼ばせていただいて、で、今日はね、ペアでやりたいと思います。ほんまはね、4人戦ってもまた面白いと思うんですけど、ちょっとね、やっぱね、B 体の人って結構、もう少なくて、募集に来た方がね、結構、A 体の人が多かったんですよね。なんでね、またね、ちょっと協力してあげるよって人は、Twitter のね、DM とか来てくれたら、ちょっと嬉しいです。というわけで、やっていきましょう。よし、やっていこう。いけるかな？いけるだろうか。まあ、結構、武器の相性もね、あると思うんだけど、こっちはダイナモとバリアブル。で、相手は、L3DLD、そして、オーバーフロッシャード。でね、本気でやってくださいって言ってるから、シューマくんには。2900のね、本気が、見える、チャンスかもしれないですね。まずは、まずい！これオーバーフロッシャーきつい。だが、よしよし。かわしてる。オーバーフロッシャーっていうのはきついな、めちゃくちゃ。そろそろ、ちょっと復帰してくるんじゃないか、これ。シューマくんをずっと見とく必要がある、これ。まずい。食い物の当て感が良すぎる。これ塗り合い勝負になるのでは？いやー、行くか。あ、ナイス。あー、でも相手のカウントが進んでいる。相手のカウント進んでお互いに誰もいなくなった。そう、塗り強えなー。武器相性的には多分リールガンに対してダイナモの方が強くは出れる。よしよしよし。ただオーバーフロッシャー、横からこの泡を垂れ流されるのめちゃくちゃきちい。まずいね、塗り強すぎる。ナイス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 、最高、素晴らしい。これ狙いたい。え、やれてない、クソ。うわ、いい雨やな、それ。食い物がやばいって。この L3 やからまだここへリードまで行きてえな。おっと、これきちい。まずい。うわー、さすがにうめえ。ジェットパックキッチン、ナイス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 キル、ナイスキル。どうしたもんか。これシューマくんどこにいるんだ。エリア内だ。あ、水没してる。ラッキーラッキー。ちょ、エイム良すぎる。それはエイムが良すぎる。外した。え、マジかよ、これやれてない、マジか。くっそ、今の絶対やれたと思った、マジか。これ北から行くしかねえか。これどっちが北かどうかわからん問題ね。うわ、マジ、はじ、ほ、残ってる。くっそ、うめえ。うめえってこれが2900やぞ。これが2900やって。
圧倒的に対面こっちの方が有利なはずやのに負けるっていう。さあ2戦目ちょっともう1-1で終わらせたいわできればもう1-1で終わらせたい。五分だなって、五分だなって、あ、強えって、何ですかその武器は。ラピオフロはえぐいって。ショッツル鉱山、これエリア2カ所ありますからね。近づけなくないかこっち。いやー、ずっと倒せる方から倒していこうという。でもどっちもこれ倒せんのよな。隙のある方からどんどん狙っていきたい。このシューマくんも隙を見せたらどんどんね倒していけるようにいきたいんだけど、きちいよこれは。隙を見せた方をね倒すという判断でいこうと思うんだが、オーバークロスターも長いやんこれ。オーバークロスターもこれ近づけませんやん。あー届かんし、うわすずるいってずるいってそれはくっそ両者隙がないんやけど、これオッケーオッケーオッケー、まずエリア決めて、ちょっとちょラビットブラスター、ちょっと強気すぎる、強気すぎるって強気すぎる。エリア1回取らないと、エリア1回取らないと。やれていない。危ねえ。よしよし。危ねえ。これ一回取れたのでかい。おーし、インクラになってた。よかった。いいねそれ。マルチミサイル生まないきる。あえて塗りそこまで多分強くないから、こっちの方がさすがに塗りは強気すぎるって。もう上手い人のやっぱラピッドブラスの動きやって、それいつでも直撃取れるからさ、この前に出てもいいという。あ、なんでそのとこ、よし、強えよー、オーバーフロッシャーきちいよー投げ投げ、一回帰ろう。くっそ、お風呂エグいってどっからさ跳ね返りまで計算せなあかんやん。だからどっから来るかっていうのが予想しづらい。全然違うところに振ってもオーバーフロスターこっちに飛んできたりするから、それはずるいんじゃないですか、それずるいんじゃないですかねいやでもエリア止めてくれてるのでかい。トーピードあるのがねマジでずるい、ラピッドブラスターっていう武器。トーピードがマジでずれ、近距離戦闘になってもトーピードでどうにかできちゃうっていうの、これ良くないと思います。任天堂さん、修正案出します。今から僕ラピッドブラスター修正案出します。ラピッドブラスターベッチ、まずトーピードやめましょう。スプラ3のラビットブラスベッチ、まずトーピードやりましょう。
しっかり退路を確保している。それは偉すぎる。助けて助けて帰るぜ。ナイスナイスリー。あーくそあーきちこれが2900よこれが2900やぞ。きちいやつえよ。武器選びからまず強えもんもう自信を感じるわ。というわけで、X パワー2900と、B 隊 VS X パワー2700と A 隊が組んだら X パワー2900と B 隊の人が勝つという結果になりました。これもっとね、あのね、4対4でやったりとかでやるとまたちょっと違ってきたりするんかなとか思うんで、またね、どんどん別のね、感じでもやっていきたいですね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。またねー、バイバーイ。